皆さんこんにちは、なおです。今回の動画は自作 PC 企画の3本目、今使っている古いケースから新しいケースに換装する準備をしていきたいと思います。今のケースは結構長い間使ってたんですが、さすがにね、フロントに USB3.0 もないし、あと最近のゲーミング PC とかね、ピカピカ光る感じ、あれがねちょっとやってみたくなっちゃったんですよ。はい、それでは早速今の PC をバラして新しいケースに移す準備をしていきたいと思います。はい、右が新品、左が今の状態です。フロントパネルはアルミ製で取り外すことができますが、これをつけておくと結構静かになるのでつけてます。パネルを開けるとこんな感じ。この5インチ弁の蓋、メッシュ状になっていて中にフィルターが入ってます。この中にはファン付きのハードディスクブラケットが取り付けてあります。両サイドのパネルはアルミ製で結構重たいです。はい、中身はこんな感じです。エアの吸い込み口にはフィルターをつけてあるんですが、こんな感じになってます。はい、掃除機を構えて一通りエアダスターでホコリを吹き飛ばしました。このエア缶、シナンジュのエングレービングの塗装に使ったやつです。はい、それではメイン PC バラしていきたいと思います。このケース結構古いんですが、一応裏配線に対応してます。ただ裏のスペースが結構狭いので、これだけのケーブルを収めようとするのはちょっと難しい感じなんです。 3.5 インチのハードディスクを収める場所は6箇所あるんですが、冷却用のファンを取り付ける場所がありません。それで一つのスロットを潰して薄型のファンを取り付けて1個ずつ冷やしてます。冬だと多分大丈夫だと思うんですが、夏が来るとね、これが結構な温度まで上がってしまいます。新しいケースでもちょっと不安があるんですが、まずはやってみないとね、わかんないんで。去年の3月頃に PC をアップグレードしたんですが、その時に購入したのは CPU と CPU クーラー、あとマザーボードと電源とメモリーですね。この5点かな。Windows 8 の時には動いてたんですが、10にした途端に動かなくなったモンスター X3。 昔はミドルクラスなんかを買ってた時期もあったんですが、最近はほとんど PC でゲームをしないので、補助電源なしで DVR 出力が2つついているこのグラボを今は使ってます。ただゲーム実況用に新しいグラボの購入を現在検討しています。コスパが良くて今買うならやっぱりあれでしょう。さっきは組み込んである状態で掃除をしたんですが、取り外してみたらまだまだ結構ホコリが残ってる感じです。その他流用しないパーツもありますが、これも一応取り外しておきます。電源は現在 750W を使ってるんですが、新しいグラボが来てもおそらくこれでいけるとは思うんですが、もしダメだった場合は新しいものを購入したいと思います。マザーボードは普段 ATX のものを買ってるんですが、最近ちょっとちっちゃいものにね興味が出てきたので、次購入するときはマイクロ ATX も選択肢に入れてみたいと思います。 CPU クーラーはコルセアの H100i なんですが、これよりも静かで冷える空冷ファンがあるみたいなので、そちらも購入を検討しています。はい、映像の方はほぼ全てのパーツをケースから取り外した感じになります。新しいケースからこちらのケースに戻ってくるってことはおそらくないとは思うんですが、新しいケースへの換装が無事に終わることを祈りたいと思います。ラジエーターのファンは現在コルセアの純正のものを使ってるんですが、ピカピカ仕様のファンに交換するので取り外します。
ここも結構ホコリがやばいことになってますが、さっきのエアダスターで吹き飛ばします。はい、ラジエーターの掃除が無事完了したので新しいファンを取り付けていきたいと思います。今回ラジエーター用に購入したのがサーマルテイクのものなんですが、これ購入した後に納期が未定っていう風に言われちゃって困ったのでどうしようかなって思ったんですが、しょうがないので最近発売されたこれを購入しました。ただこれを購入したすぐ後にサーマルテイクの方が入荷しましたっていう連絡が来て、もうなんだかなって感じです。それでどっちを取り付けようか迷ったんですが、こっちのクラウンの方がちょっとどんな光り方をするのか興味があるので、こちらをまず取り付けてみます。2個セットの方にはこのコントローラーが付属するので、オーラシンクなどに繋がなくても発光パターンを変えることができます。あとこのファン、デイジーチェーン接続ができます。なので何個かこうやって並べて接続する場合はすごく便利だと思います。前々回の買ってみたの動画で紹介したメモリーと小型ファン、これはケースに入れる前に取り付けたいと思います。今の環境でメモリをフルに使い切ってるってことはほぼないんですが、たまに14ギガくらいいってる時があります。この小型ファンは VRM に直接風を当てるために今回取り付けることにしました。新しいケースでかなりエアフローは改善されるとは思うんですが、ちょっとどんな感じになるか試してみたいと思います。動画の尺の関係で今回の作業はここまでです。続きは次の動画でやりますので、チャンネルはそのまま。はい、今回はここまでになりますが、いかがでしたでしょうか。この動画つまんねえって方はバッドボタンを連打、よかったという方はグッドボタンを1回押してください。ここまでご覧いただきどうもありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。